がいるんでしょうか。それからどうぞあのステージの上にも上がっていただきながら、踊り子の皆さん一緒にこれから果たしと共演をしていきたいと思います。さあそしてはい、私の横には、福呂祭り協議会、副会長の加藤副会長もいらっしゃいます。これから今年のですね福呂祭りでございますが、まず9月の23、24ということでこの地元、福呂祭りが開催されます。踊りの祭典、そしてみこしの祭典、そして10月の8、9とこの東京よさこいのコンテストが開催されるわけでございます。さあ福呂祭りどうですか加藤会長、今年の福呂祭り。はい、今年もね、去年はどうですか。はい、元気いっぱい開催しようと思います。そうですね、はい、やっと日常が取り戻してまいりました。元気にこのよさこいもですね、今年このコンテストに向けて頑張っていきたいと思います。今日のこの西口の商人祭り東京よさこい最後のステージとなりますが、今日は、5時10分まで、よさこいの時間枠でございます。踊り子の皆さんということは何曲踊るか分かってますよね。はい、まず今日はですね1曲目に総踊り、この一二三というのが福呂祭り50周年を記念して作り上げた東京よさこいのですね、この地元のオリジナルのこの一二三という曲でございます。まずは皆さんそれを聞いて、見ていただいて、それから2曲目がどっこいしょでございます。どっこいしょはぜひ見ている方にも一緒に参加していただいて、このどっこいしょ、この全国で踊られているこのよさこいのどっこいしょを踊っていただきたいと思います。チームの皆さんもうちょっとばらけていただけるとよろしいと思います。いろいろな間に入っていただいて、まだ上上がれますよ、大丈夫です。踊り子の皆さん旗がいるので、はい。さあそして今日この、太鼓はですね、紅陽気の美沙ちゃん親子でお二人この花を添えていただきます。さあ7チーム共演でございます。今日は、大塚ビューティー、そして春の皆さん、池袋将棋会の皆さん、紅陽気の皆さん、そして池袋ヴィーナス、そして70回サマージッパー、さあ7チーム合同によります。総踊り一二三、まずは皆さんお届けしてまいります。さあ踊り子の皆さん元気にやってまいりましょう。それでは構え。
皆さん